ズリー。お疲れ様です。来たぞー。来たぞー。視聴者の皆さん。今日はですね、はい、視聴者の皆さん、お父さん、お母さん、お姉ちゃん、弟さん、皆さんにお伝えしたいことがあります。私は部屋に来てまーす。あは。動画をお楽しみの皆さん、よしありがとうございます。ちょっと宣伝告知になるんですけど、今回12月12日夕方の5時から名古屋で富食限定の名刺交換会で、これは取引したい人されたい人っていうかな、元請け下請けちょっといろいろ集めて、すっごい富食足りてないんでやろうと思ってます。詳しくは概要欄にリンク貼ってますんで、そちらから飛んでください。あとなお今後ね、これ12月過ぎて今年過ぎてもいつでも今後これ定期的にやろうと思ってますんで、この動画見た方はぜひ興味あったら名刺交換会、セミナー、なんだろうな、マッチング系、まあ外壁塗装とか塗装屋さんとか帽子屋さんとか、いろいろ建設業に特化していろんなイベントやって、みんなが勉強できたり成長できたり取引が増えたりっていうことをちょっと考えてますんで、ぜひそちらの方も参加もお願いします。それでは続きをお楽しみください。ここ来ましたよ、ついに行こうか。まあぐちょぐちょ言ってもしょうがないもんな、もう覚悟したで。じゃあ今日は清掃してきました。よろしくお願いします。 YouTube 出ちゃっていいんですか。え、皆さん出ちゃって映っていいんですか。あ、いいっすよいいっすよいいっすよ、いいっすよ。もう今日のために特別にこれもらえるんですか。いやそれはもうこれもらえる。それお父さん、お父さんの申し訳ございません、ちっちり忘れておりました。お前のことが頭いっぱいで、まだ18歳ですから、かわいい条例に引っかかる可能性が。嬉しくいいんかなと思いましたよ。その今日のために来てもらったんですよ、もう特別。お父さんも同じフェラーリ乗ってみるんですよ。マジですか。同じ、赤の。すいません、なんか申し訳ないです。これからよろしくお願いします。で、初め運転して、はい、いきなり横ぶつけたんですね。ま、マジで。吸ったというか。車好きなんですよ、彼女。でもフェラーリは乗れんでしょ。俺はすぐ乗れるから大丈夫だよ。僕です。いやいやいや、こんなこと言っちゃってすいません。一回ドライブぐらいはいいですよね。半日ぐらい、半日ぐらい、半日半日だったら多分僕のこと好きになっちゃいます。僕が運転じゃなくて彼女が運転で。何さんって言われるんですか。花ちゃん、花ちゃんの運転で行けばいいですね。車ボロ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 なってます。何されてるんですか。フェラーリ。その会社に。建築系ですよ。大きい中堅ゼネコン。あ、マジか。もう足場も全然ジャイル持ってやってますんで、ぜひよろしくお願いします。社長の中に入った方がいいですか。あ、中で待っとってください。中でいいですか。お茶でも。あ、出して待って。本当に店員なんですか。本当に店員。本当は違うんですよ。これ来てるんだけど。俺なんか、お客さんってなんか向こうからなんか来たんだろうなと思って。さっきでもお茶出しの練習したもんで。あ、よろしくお願いします。あ、じゃあ。あ、そうって。じゃあフェラーリのオーナーだったらどれ飲んだ方がいいんですか。コーヒーブラック。コーヒーブラック。そんな渋いやつ。そう、渋いの時期ですか。じゃあ一番僕とは相性が悪いやつですね。じゃあコーヒーブラックで。じゃあ、そう、そう。いやいやいや、僕はもう、外野やもん。あんまり出るのまずいですか。いや、まずい。いや、逆にフェラーリの話をいろいろ聞きたいなと思って。いや、僕も社長に空気入れられて、前回動画撮りに来たわけなんですよ。はいはいはい。だからたまたまそういう、なんか宣伝されて、やっぱフェラーリ買うと、やっぱ仕事も増えるし、そういうツーリングとかで、品のいい人たちと一緒になる。僕大丈夫ですかと思ったんですけど、そういう、ああいうツーリングとかも行かれるんですか。そうですね。社長が、はい。設定したやつ。はい、ね、みんなでツーリングして、ねもいろいろ仕事の話とかじゃないですけど、うん、まあそうですね、ゴルフもそういうのありますよね、はい、コンペとか僕もよう行くんですけど、やっぱ仕事をいただいたり、何年もフェアに乗られてるんですか。いやいや、まだ1年とか。あ、マジですか。はあ、やっと。あ、怖いです。へえ、今おくつなんですか。あ、なんかちょっと落ち着いてきて、まあ、娘も大きくなって。あ、ありがとうございます、はい、いただきます。また郵便も綺麗やな、ちょっと見せて、ちょっとちょっとこんにちは。車と僕とどっちが好きです。
即答です。そこは即答だったね。なかなか恥ずかしそうにしようかなと思ったけど、そこは優しさもなかったね。みじもなかったね。いっぺん白の方も見てみます、どんな感じか。お任せします。あ、そうですね。これが360っていうモデルで、はい、これこの間のやつですね。この間のやつおすすめの、その次のモデルが430なんです。はい、これ、ね、白の白、まあ、こっちかこっちじゃないかなそう感じなんですね。まあどっちもいいんですけど、はい、やっぱ一モデル新しいだけあって、はい、走りもちょっと洗練されてますし、はい、乗りやすい。こちらの方が、あ、こちらが乗りやすいんですか。うん、どっちがおすすめなんですか、社長的には。どっちもいいんですけど、いや赤ビビるからなかなか乗れなくないですよ赤。まあフェラーリなら赤っていう人もいるんですよね。結婚するんで毎日あれだよね。俺たちどっちがいい、赤の方がいい。赤の方がいい。あれで青木スーパー行かなかんよね。あ、じゃあもう僕はなんか白の方が、まあ、ちょっと前出しますわ、はい、これはこれでいいですけどね。いい音ですね。これマフラー変えてあるんですよ。パワークラフトって有名な、これが100万ぐらいするんですけど、高知に入れて。うわ。でこれ可変スイッチって音を切り替えできるんですよ、はい、静かにしたり。あ、そういうことですか。え、住宅街だとこれ可変をバルブを閉じちゃうと、音が静か。ちょっとやってみます、はい、これ今マフラーの可変が開いてる状態で、はい、開いてる状態で、はい、で可変を閉じて静かな、はい、これ今静かなモードにしたんですけど。あ、全然違う。あ、全然違う。ああ、いいですね。だからまあ住宅街とかで、まあちょっとああいう近所迷惑とか、考えて。で、あれはどっちなんですか。あれはマフラー変えてあるんですけど、はい、この可変切り替えはついてないです。で、うるさい方。中ぐらいやね、すみさん。中だね、あれ。中。じゃあもう春ちゃん決めてや。春ちゃん決めて。結婚しない感じで、ね、毎日一緒に乗らないじゃないですか、ね、どっちもこれからお父さんと呼ばせていただきますけど、よろしくお願いします。白ではない、白ではない、そっちですか。あ、スミさんは何、あっちがいい。いや、僕はこっちの方がいいんだけど。あ、白の方がいいですか。白がいい、この430の方がいいんだけど、はい、あ、赤の方がおすすめですか。まあまあ赤か買われましたもんね。まあ色的には赤の方が好きなんやけど、ただ車的には430の方が好き。あ、そういうことですか。微妙なラインだ。花ちゃんはどっちですか。赤の方がいい。赤、赤いったか。色赤の方がいい。社長どうですか。いや、僕なんか白なんですね。まあ、これでいくらぐらいって言ってましたっけ。ま、1450ぐらい。450の400万差があるんですけど、はい、そのなんかそのリテールでしたっけ。リセールリセールリセールバリュー。まあどっちかって言ったらどっちなんですか。今はこっちの方がいいです。まあでも分かんない、まだ分かんないですけど、あの360もでももう上がってきてます。あ、まあ、フェラーリ全般上がってますわ。あ、うん、どっちかってもそんなに大損することはまずないです。あ、ただ TikTok 見させてもらったんですけど、はい、ちょっとあれで出しとったじゃないですか、はい、なんか結構360かっていう、なんかそういう、はい、コメントがね。あ、フェラーリ好きが好きじゃないんですよ。乗れんやつが、乗れんやつが、そういうことですね。要はまあ360って時期的に一番たくさん結構売れた車で。あ、そういうことか。フェラーリの中で割と王道みたいな、王道というか、まあ、こなれてるんですよ、値段が。ああ、なるほど。はい。だからそれをちょっと皮肉るやつが多いですよね。あ、でもそういうやつは絶対乗ってないんですよ、フェラーリ。フェラーリ乗ってる人が絶対そんなこと言わない。言わんすよね。言わんす。絶対言わんすよね。うん。それを気にされるならまだ。全然気にしないです。もう僕以外は、僕のアンチはもうめちゃくちゃ多いんで。僕がいじめられるとか狙ってるんですよ。みんな喜ぶんですよ。広告宣伝で使うなら、まあでもこっち買っといた方がいいかもしれないですね。うん。フェラーリの赤っていうのもありますけどね、確かに。だまあこれちょっと乗って1年か2年ぐらいで、まあ値段をちょっと売却でどれぐらいのを見て、また他に変えてもいいですわね、はい。あ、なるほど、もうちょっと新しいやつだったり。深川じゃあこれします。ありがとうございます。あの見積もり見てない、まだ見積もり見てない。ちょちょ、はい、これ整備と登録、はい、でホイール、はい、これです。わかりました、これでいきます。じゃあここ購入者のとこ、会社名、はい、こことそうですね、おります。これ書いてもらって、これ、まあ、氏名が会社名でしたっけ。株式会社二次寮でしたっけ。あ、何色です。あ、何色です。適当よ、二次寮。とうとうフェラーリオーナー。お父さんお母さんごめんなさい。まだ親孝行してません。
え、社長いつも何乗ってみるんですか？僕はクラウンとクラウンアルファードを乗って、あ、この前乗ってみたやつ、ね、はい、僕なんか普段こういう車お客さんに乗れてええねって言うんですけど、はい、全く乗らないですからね。あ、そうなんですか。こういうなんかイベントの時だけ乗っていくだけで、へ、僕普段こっち側に置いてある、こっち側に置いてあるのは台車なんですけど、はい、ああいうプリウスの、ボロボロのプリウスの、あ、マジですか。うん、乗らないです。でも僕らもちょっと早く来て見とったけど、やっぱ社長がちょっと出て一生懸命動いてますもんね。なんかだんだんやっぱ調子が乗ってくるとあれじゃないですか。まあ、そういう時期も会社行かずに、いや、そういう時期もあったんですけどね。あ、そうですね。そういう時期ってやっぱ社員もだんだん離れてくる、離れてくるし、やっぱすさんでくるし、そう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 、会社もで行ったら今まで当たり前に掃除しとったやつが汚くなってるし、うん、10時出社して3時ぐらい退社ですね、せいぜい。でやっとけよって言って、ね、そうですね、6時ぐらい飲みに行ってね、っていう時期もあったんですけど、はい、まあ、いかんですねそれね。あ、勉強になります。 でこのままもうなんか僕が用意した方がいいの、あれ、ちょっと車の前で進呈して。今日はありがとうございました。何が？契約ありがとうございました。何が？聞こえへん。もっと近くで聞こえへん。契約ありがとうございました。ありがとう。マジ？マジで？お世話になりました。お世話になりました。お疲れ様。真剣に嫌だったね今。真剣に嫌だね。もう顔が本当に。リアルだったね。顔も引きずる。ありがとうございます。本日はカーショップグローリーさんですね。はい、そうです。で、フェラーリ、女性の僕が一番弱いとこついて購入させられました。また、あの車はもうフェラーリとか、はい、ランボルギーニ、はい、何もないか。まあ、ポルシェ、マクラーレン、そっち系は、まあ、俗に言うスーパーカーっていうのは、スーパーカーはもう取り扱いして、全般的にやってます。言われたのが、もともと中古車屋で手広くやったから、そのローンみたいなのが、ちょっと、まあ、そうですね、残価設定ローンが金利が安いのと、はい、まあ、他のお店に比べたら後ろに持ってこれる率が高いもんですから、はい、その辺が自信があるんですね。月々お安く、もともとの規模がすごいあったから乗れます、というのがなんか得意みたいです、うん、で多分車好きな人は分かると思うんですけど、うん、月々安く乗れる、そうですね、そういうローンプランをご用意してます、はい、でここにはないものもちょっと相談すれば、あ、まあ、全部からそこは、ね、ご予算に合わせて、飛び職 の、 あの建設業者の人、またこうやって会社が本当に倍になる倍になるとずっと言われ続けましたね。俺が倍になるから大丈夫だって言って、会社は嫌いだって使えるから口車の早速でも建設業関係の方と、いきなりね、花ちゃんとも結婚まで決まっちゃって縁談まで決まっちゃって本当にありがとうございます。上昇気流乗りましたね。上昇気流乗りましたね。確実にもう20億見えましたね。20億見えましたね。じゃあ皆さん、じゃあチャンネル登録といいねよろしくお願いします。また見てね。なになに、本当に結婚するの俺、うん、マジで、うん、結婚するって言ったね、うん、営業やねんかこれ。インスタ、何インスタ、 TikTok、 TikTok を何がこれ、 どんだけやったの。あ、フォロワー2000人、あ、2万人、あ、すげえじゃん、うちより多い、はい、あ、マジマジ可愛いし、マジ俺の奥さんやっぱり TikToker だわ。すごいすごいわ。フォローお願いします。ね、これこれあの、まあ概要欄のとこかね。でもこれ素顔が出てんだ。あんま可愛いじゃん。だって今日一回もマスク外してないもんね。外してないです。これお父さん、いや、これうちの犬。これお父さん。お父さん。怒られる、怒られる。もう携帯会社。おお、可愛い可愛い、マジ、うわー、ほんとこれは見に来たら楽しみ。この顔がね、この顔で、ね、マスク取ったところぜひ、はい、TikTok でやってますんで見に行ってください。インスタもやってるんですか。インスタは、まあ、そんな頑張ってね、あ、まあ友達用みたいな。あ、そっかそっか。ぜひよろしくお願いします。お願いします。結婚もします。もう本当にやるよ。もうちゃんとやるよ。